デュアン・ブレアはアメリカ合衆国ペンシルバニア州ピッツバーグ出身のバスケットボール選手 NBA のサンアントニオスパーズなどに所属していたポジションはセンター4人兄弟の長男としてピッツバーグのヒル地区で育ち生まれた時には兄弟で最も小さかったが入学する頃にはクラスで最も大きな子供だった両親ともにシェンレイ高校では バスケットボールプレイヤーであり、おじが近隣でリクリエーションセンターを運営してたこともあって、そこでバスケットボールを始めた。シェンレー高校ピッツバーグ大学を経て2009年の NBA ドラフト2巡目37位でサンアントニオスパーズに指名を受け NBA のプレイヤーとなった。ルーキーイヤーでは NBA ルーキーチャレンジにおいて22得点23リバウンドを獲得し、 タイリーク・クエバンスと共に MVP に選ばれた。また、シーズン終了時にオールルーキーセカンドチームに選出された。ティアゴ・スプリッターの台頭もあり、2012から13シーズン以降は出場機会が激減。2013から14シーズンは、ダラス・マーベリックス、ワシントン・ウィザーズなどのチームでプレー。2016年9月、 CBA のチャンスモンキーキングと契約を交わし、入団。2017年1月、D リーグのテキサスレジェンズと契約を交わし入団。2月、D リーグのロサンゼルスディーフェンダーズと契約を交わし、入団。ポジションに対して身長はかなり不足しているが、体の幅、長い手、敏捷性、粘り強さなどでそれをカバーしている。ボールに対する嗅覚が鋭く、 オフェンシブリバウンドやスティールを得意とする。その一方、シュート力は十分とは言えず、シュートレンジはペイントエリア内に限定されている。近年は体重型に苦しんでいる感があり、出場機会も減少している。ありがとうございます。